のものが来たようです。今回はしっかりと編集してくださいよ。任せておいてください。もう気分はすっきりしてメンタルは大丈夫です。さすが煽られ耐性抜群の人は引きずらないですね。推し上は1万5000もいないし、ちょっと厳しいかな。敗者は腹を切れ。戯れだ。戦場有利だったんですね。前回相当へこんでいたので記憶も曖昧ですみません。行きます。今確かめたところ先着有利で勝ててただけですね。次の防衛は無理ですね。あと22日ですね。交渉しないの？しませんよ。50秒のところ確認してくださいよ。次の部隊が来るのに32日ですよ。22日で落とせるなら先に落とすことできますし、この交渉は時間稼ぎです。完璧に立ち直ってますね。ですよ、完璧に立ち直っていますよ。報告いたします。先月の収支です。ゲッチ、取引を行いましょう。ざまあ。久々の現状確認しましょう。国力1位、拠点数41、武将は157人。さあ、前回の包囲網のことはきれいさっぱり忘れて突き進んでいきましょう。3歩歩けば忘れられる体質ってこういう時はお得ですよね。もう石山ごぼうの件も忘れてそうですし、あ、下のピコピコ光ってるの邪魔でした。消すためにクリックしたんですね。そうです、チカチカ光ってるの本当に邪魔ですからね。皆の力合わせよう。この志必ずや果たす。強行56日。この志必ずや果たす。交渉つきました。二条御所は1万7000で攻めてこられるのか。これは勝てないですね。我に続け。行くぞ。我に続け。つっついても解散しませんか。8ヶ月経過か、2条落とすのは厳しいのかな。とりあえず2条に向かって出兵しておきます。我に続け。行くぞ。我に続け。包囲にしておいたんですが、小詰めとの期間が空いてしまうので強行にしてお城を少しでも破壊しておきます。里見さん、5800ですか。志果たす。踏み絞ってきたか。負けはせぬ。包囲で3日、里見さん、長老ないんですね。かかれ。兵力差で多分勝てますね。みな、よくやってくれたな。この城、もらい受け。里見さん、能力高い武将いるんですね。能力高い武将は、こぞって60代、寿命がすぐに来ますね。里見落としたので帰還させます。
たようだな。お市場取れましたね。武将二人のおまけ付き美味しいです。かたじけない。あ、もう北条さんもうすぐ滅びますね。行きます。戦争期間は大丈夫なんですか。そうですね、そろそろ壊していきたいですね。ここで講和解除しますか。歯向かう者に容赦はせぬぞ。三分割にできたので北条さんはもう池に歯向かうことはできないでしょうね。報告いたします。先月の収支です。取引を行いましょう。邪魔。二条御所は強行で行き、お城破壊していきます。さっき包囲でギリギリでやっつけられちゃいましたので。信玄さんが病ということは、そろそろ寿命ですか。報告いたします。先月の収支です。武将5人追加ですね、美味しいです。めぼしい武将はいませんでしたね。ご命令。ちょっといい武将仲間にしていると、いつもそう言いますよね。ま、現在10番ですからね。武将も揃ってます。みんな力を合わせよ。取引を行いましょう。ありがとうございました。使いの者が来たようです。二条御所欲しいので講和は飲めません。ノップ頑張ってるな。長宗影さんも頑張ってくれてる。諏訪の水。信玄早いって。もう行ったのかよ。信玄が死んでも勝頼様がまだいますよ。そうです、世代交代の最中ですよ。先月の収支です。取引を行いましょう。ありがとうございました。死ねぬか。ちょ、雪高さんまでも病に。世代交代ですね。浮田さんと同盟切れちゃったか。結び直さないと。先月の収支です。ご命令を。二条御所が交渉できますね。これは交渉し、講和解除でいいですね。取引を行いましょう。ありがとうございました。